皆さんこんにちは。出直し看護塾の青柳です。今回は急性心筋梗塞かなと思ったらの4回目、ミラーイメージで見抜け心筋梗塞というお話をしていきたいと思います。洞察力で見抜く急変予兆をお持ちの方はですね、204ページをご覧ください。さあ、ミラーイメージって何でしょうかね。ミラーって鏡ですよね。鏡のイメージって何でしょうか。まあ、これはですね、ST 部分の話なんですね。で、ST 部分というのは一般的に上昇していると心筋梗塞と言われ、下降していると狭心症というふうに言われることが多いです。ですが、まあ、この解釈は決して正しくありません。今までもね、お話をしてきたように ST が上昇しているからといって必ずしも心筋梗塞とは限りませんし、 ST が低下していると言ってもですね、まあ、必ずしも狭心症とは限りませんので、まあ、この辺はですね、まあ、ケースバイケースですから、なかなかですね、心電図だけで見抜くのが難しいと。で、我々看護師に必要なのはですね、とにかく心筋梗塞を見逃さないということが重要なんですね。まあ、はっきり言うと狭心症というのはですね、患者さんはまあ胸が痛いかもしれませんが、まあ、労作性狭心症の場合には15分くらい安静にしていれば痛みは遠のきますので、とりあえずそのまま死んでしまうということはありませんから、まあ、これ見逃してもですね、まあ、最悪まあいいわけです。ところがですね、心筋梗塞の場合にはたとえ痛みが強くなかったとしても、まあ、死亡してしまう恐れがありますので、心筋梗塞は絶対に見逃してはいけないと。まあ、そこで、まあ、心電図を見逃さないという方法がいろいろあるんですが、まあ、今回はこのまあミラーイメージで、まあ、鏡像と言ったりもしますけども、まあ、実際ね、鏡像と言ってる人はいませんが、まあ、ミラーイメージというふうにこう言ったりします。で、これどういうことかっていうと、まあ、心電図を見ました。で、ST 部分が低下していました。まあ、そこでですね、狭心症とは思わずに、おや、心筋梗塞かもしれないというふうに思ってほしいんですね。で、これは見ている場所の反対側の ST 上昇を示唆するしている可能性があると。で、反対ってどこですかということになりますよね。で、この反対というのがですね、なかなか難しいんですが、今までのお話をですね、ぜひ思い出してほしいんですけれども、 23AVF というのは、まあ、これはですね、主に心臓の下の方を見ているというお話をしたかと思います。そして V1 から V4 というのは、これは心臓の前の方の壁を見ている。1誘導、AVL、そして V5、V6 は主に心臓の左の方を見ているという話をしましたけれども、誘導によって見ている場所が違うわけですね。で、見ている場所が違うということはですね、例えば、まあ、これは心臓の向きとか大きさとか形によって変わってしまいますので絶対ではないんですけれども、例えば、23AVF っていうのは主に心臓の下の方を見ているわけですね。で、心臓の下の方を見ているんだけれども、 23AVF で ST 部分が低下しているとすると、あれ、狭心症かなっていうふうに思うかもしれませんが、下壁の反対側っていうのが、まあ、これケースバイケースなんですが、例えば側壁の方向を見てるとしますよね。そうすると下壁の部分で ST 部分が低下している場合には、もしかすると側壁の ST 上昇を、まあ、示唆しているかもしれませんよということなんです。そしたら最初から側壁の ST 上昇を見ればいいじゃないかと思うかもしれませんが、この ST 部分がですね、微妙なんですね。明らかにドンと上昇していれば、まあ、分かるんですよ。ところがですね、もう1ミリぐらいしか上昇していないということがありますので、そうすると見逃しやすい。ですが ST 部分がガンと下がっていることがありますので、 ST 部分が下がっているものを見た場合には必ず、反対側というか、まあ、どこかで ST 部分が上昇している場所があるんじゃないか、そういうふうに意識して見ることによって、もしかしたらこれ心筋梗塞かもしれないぞというふうに考えることができるわけです。心筋梗塞かもというふうに思うことができれば、あとはですね、まあ、採血レントゲン、レントゲンというか、まあ、エコーですね、エコーを行うことによって、どうにか分かると、まあ、そういう感じにこう見ていきますので、必ずしもね、 ST 部分がこう上昇していれば、まあ、分かりやすいものだけではないということですね。まあ、ですので ST の低下している所見を見つけた場合には、心筋梗塞があるかもしれないというふうに考えて、 ST の上がっている場所を探すと、そういう意識を持てばですね、見逃しは減ってくるということですね。ではこちらの心電図見てみましょう。どうでしょうかね。
まあ、心電図の見方というのは今まで何度もお話をしてきていますので、まあ、それをこう復習してですね、なんとなく見ていても心電図なんて一生読めませんので、心電図見る場合には、まあ、洞察力の方にね、どういう見方をするかってことが書いてあると思いますし、動画で何度もお話をしてきましたので、それをですね、皆さんは実行するということが重要です。勉強してもある日突然心電図がパッと読めるようにはならないんですね。一個一個見るべきところを見ると。で、心電図見る方法というものは、まあ、いろいろありますが、僕はですね、普段は、まあ、どうやって見てるかというと、まあ、心拍数がどれくらいか、リズムがどうか、P 波があるかどうか、P 波があった場合には PQ 間隔、QRS、STT と、まあ、QT 時間も見れれば見れるといいと思います。そして、虚血を見る場合には、まあ、これは異常球波があるかどうか、 ST 部分の異常があるかどうか、 あとはですね、前回か前々回くらいにお話をしましたが、 Poor R プログレッションというものがありますよね。 R 波の減行があるかどうか、慢性 T 波があるかどうか、まあ、そういったところを見ていくと、そうすると、まあ、ST 部分をですね、主にこう今回は見ていこうと思いますが、 ST 部分下がってるところありますよね。 ST どこ下がってますかね。まあ、この患者さんですね、1誘導、2誘導、3誘導、そして AVL、V の3から6で ST 部分が下がっていますので、 ST の下がっているところが結構ありますから、これ狭心症なんじゃないかというふうには考えます。 ST の低下というのは初見ですよね。 ST の低下から狭心症を考えるというのはアセスメントですよね。ですから ST 低下イコール狭心症ではないんですね。ST 低下という患者さんがいました。私は、これは狭心症と思いますというのがアセスメントですから、まずね、アセスメントは、まあ、間違えることはあるかもしれませんが、しっかりと所見を取るということが重要です。で、この患者さん、まあ、ST 部分が下がっているところは確実にあるわけです。ですので、先ほどお話をしたように、どこか ST 部分が上昇しているところがあるんじゃないかというふうに、まあ、見てほしいと。そうするとですね、AVR の ST 上がってますよね。 AVR の ST 部分、これね、まあ、言われてみれば分かると思いますが、確実に上がっていますので、これはおかしいんじゃないかというふうに考えて、まあ、この患者さんの場合には実際に心カテを行ったんですが、まあ、心カテを行ったところですね、回旋子というところがこう詰まっていて、で、まあ、心電図的にはちょっと難しい、まあ、波形とは思いますけれども、結果的にはですね、まあ、心筋梗塞を見つけることができましたということです。まあ、この辺は非常に重要です。 ST 低下イコール狭心症とは思わないことです。学生時代はそう習ってきたかもしれませんし、国家試験レベルではそれでいいんですが、実臨床では ST 低下イコール狭心症ではありません。狭心症の可能性もありますが、心筋梗塞の狭像を見ている可能性がありますよと。実際には大動脈弁狭窄症でも心拍数量が低下しますので、結果的には冠動脈に十分に血液が流れなくて、ST 部分が下がっていることもある。脈が速くなると心臓から十分に血液を出すことができませんよね。心拍出量も落ちますので、結果的には頻脈によって心拍出量が落ちるという可能性もある、あるいは、まあ、狭心症も当然あるわけですね。ですから ST 低下イコール狭心症ではなくて、まずは絶対に見逃してはいけない心筋梗塞をまず考えるということが重要になってきます。ST が上昇していれば、まあ、じゃあ心筋梗塞なんですかって言いたくなるところなんですが、必ずしもそうとは言い切れない。 ST が上昇している場合には心筋梗塞をまず考えるんですが、不安定狭心症も ST は上昇しますし、異形狭心症、まあ、関連粛性狭心症ですが、こちらも上昇してくることはありますし、多骨壺型の心筋症、心膜炎、心膜切開、術後症候群、くも膜下出血でも ST が上昇することが知られています。まあ、ですから ST 上昇イコール心筋梗塞ではありませんよということです。じゃあ ST 部分が正常であれば大丈夫なのかというと、 ST 部分の上昇しない非 ST 部分上昇型の、心筋梗塞というものがあります。まあ、ノン ST、まあ、エレベーションマイオカーディアルインファクションと、まあ、ST 部分の上昇しない心筋梗塞があるんですね。ですから、じゃあこれ見分けつかないじゃないかっていうふうに思うかもしれませんし、まあ、実際に見分けがつかなくて見逃してしまうということは、まあ、ゼロではないんですが、患者さんに症状がある場合には心電図が正常であっても、やはりエコーと、まあ、採血を行うということが重要で、まあ、心電図というのは、まあ、一つのきっかけということですね。
心電図のことをこうよくわからないと心電図で何でもわかるというふうに思ってしまうんですね。逆なんですよね。心電図はわからないこともたくさんありますので、心電図でと思った場合には、まあ、採血とか、エコーとかを行って、それでも心筋梗塞の可能性が否定できなければ、まあ、これは心科手に行きましょうという話になってきます。実際には心科手に行きました、多骨盆型心筋症でしたという感じで、心筋梗塞じゃなくてよかったですねっていう患者さんはいます。ということは、循環器のプロの先生でも 100% の見分けは心電図だけではできていないということなので、これが今の医学の限界です。ですから限界をしっかり理解して、まあ、心電図で分かることもありますし、分からないこともたくさんありますよということですね。というわけで本日の出直し語録です。ST テイクを見たならば必ず心筋梗塞考えようということですね。ではですね、次回は LMT の心筋梗塞というお話をしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。